お話しされたように、間もなく3月11日が来ます。あの日、皆さんはどこで何をしていましたか？福島第一原発が爆発をし、その事故の後、多くの人たちが本当にこの東京でも避難生活を行ったり、そして今もなお仮設住宅で暮らしている方がたくさんいらっしゃいます。今政府はこの原発事故で避難されている方をもう福島は安全だという形でオリンピックに向けて安全神話を振りまいて、そしてさまざまな賠償を打ち切っています。しかし私たちはこの原発問題はまだ解決していないと思っています。そして同時にこの原子力発電所を生む原因となる核爆弾というものを、核兵器というものをこの世界からなくしたいという思いで、おととしノーベル平和賞を取った核兵器禁止条約のメンバーで頑張っている今日は前川さんが来てくださってますので、前川さんのスピーチを聞いてください。お願いいたします。皆さんこんばんは、ただいま紹介いただきました、前川です。北区の西ヶ丘というところで、3歳の子供を持つ一児の父親としても、このノーウォー帰宅アクションにはいつもできる限り参加をさせて、いただいています。私は仕事として、国連認証 NGO で、核兵器廃絶の運動をしています。今日6日は1945年8月6日広島に、原爆が落とされた日、です。そして私の息子の、は10月6日に生まれてますので、今日で3歳5ヶ月に、なったということで、本当に息子のためにもですね、子どもたちに核兵器のない世界を手渡したいと思って、それが一つの私のモチベーションにもなっています。で今核兵器に関しては先日も2月27、28に、ベトナムのハノイで、米朝首脳会談2回目が行われました。これも皆さん注目していたと思うんですけれども、マスコミは何にも成果がなかったじゃないかっていうようなことを言いながら、安倍政権もですね、このアメリカの立場にすぐに、強化をするっていうふうに、賛成をしているっていうような状況ですけれども、やっぱり私たちは話し合いでしか核兵器をなくすことはできないというふうに、思って、これからもアメリカと北朝鮮の話し合いはずっと続いていくと思うので、対話を継続していくことに賛成、という立場です。そして核兵器をめぐっては核兵器禁止条約が、おととしの2017年7月7日に、採択をされて122の国連加盟国が賛成をしたわけですね。つまり国連加盟国の6割が賛成をしたこの核兵器禁止条約、今70カ国が調印し22カ国が批准をしているという現状です。これが50カ国になるとこの禁止条約が発効、つまりスタートするというようなことなので、遅くても来年中には発効するんじゃないかと言われています。これが発効すれば核兵器を持っている国は、悪だというふうに見なされるということで、これまでの核兵器は正義のために必要だとか、核兵器によって安全を守るとか、日本は核の傘にアメリカによって守られていると言われていますけれども、その考え方自体が通用しなくなるというのがこの核兵器禁止条約のとっても大きな、ポイントです。なので、核兵器禁止条約をすぐにでもやっぱり発効させるためにも、日本政府自体がこの核兵器禁止条約に、調印批准をするっていうことが必要なんですけれども、あろうことか安倍政権はですね、この核兵器禁止条約に反対票を投じているわけですね。考えられないです。広島と長崎に原爆が落とされた唯一の国ですよ。その国の首相が、核兵器禁止条約に反対するっていうのは絶対にあってはいけません。被爆者の皆さんは安倍首相に向かって
あなたはどこの国の総理なんですかっていうふうに言ったんですよ。で、本当に私もそう思います。核兵器を一発残らずなくすためには、この核兵器禁止条約の発効っていうのが欠かせません。なので、核兵器禁止条約に調印も批准もしない政府ならば、調印批准する政府に変えるしかありません。なので、7月の一斉地方選挙、7月の参議院選挙、ここで、この日本政府に対して核兵器禁止条約に調印、そして批准することを迫っていくということを、私たちもやっていきたいと思いますし、皆さんもぜひこのポイントを注目していただければなというふうに思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。